はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、江戸セポネです。シトです。ではまず僕シト君から予想するね。今節は女子戦、しかも優勝戦は強豪揃いで誰が来てもおかしくないような番組です。まさに本当のドリーム戦といっても過言ではないでしょう。本戦は 1-2 これにつきます。土屋選手は今節圧倒的でした。しかし今シーズンは僕は中穴を狙う予想をしていきたいので、ここは 1-2 の5-6、そして1-5-6に刺し、この8点で勝負したいと思います。絞ってしっかりと中穴を当てれば上位浮上も狙えると考えています。それでは江戸くん、大穴予想をお願いできるかな。しとししとし、お主今回の大村優勝戦のメンバー見たでござるか。もうこれは超絶激アツでござるよ。1号艇は雪林、2号艇は南丹、3号艇はセナルン、4号艇はミヤミヤ、5号艇にはサユリーナ、6号艇にはヒロミンニョ。もう拙者このドリーム戦並みの出走表を見て爆発しそうでござる。しとしのおしれさはどなたでござるか。とりあえず1号艇の田口選手から分かったけど。なかなかクロートなチョイスでござるな。で、江戸くんの回目は何なんだい。よし行くぞ。ファイヤー江戸くん、なんか匂うな。ゾナモシ、ゾナモシ。